大英忠実屋株式会社忠実屋は、かつて首都圏を中心に、スーパーマーケット等を展開していた、日本の企業。東京都八王子市を発祥の地とし東京多摩地域を中心に、東京23区、埼玉県、神奈川県などに出展していた。1994年3月1日に株式会社、大英に吸収合併され、消滅した。 創業者の高木邦勝は、織物外継所の検査官であった父の下で5人兄弟の長男として埼玉県深谷市に生まれ、尋常高等小学校を卒業後に織物について学ぶため、織物の町として境相当と呼ばれていた東京都、八王子市に足を運び、織物の行商を行っていた。その頃に、キリスト教の教えに共感し入信。深谷にも戻っていたが、 父の死後は八王子の織物会社に入社した。国勝は遠藤夏子と出会い1934年12月22日に結婚。夏子は警察官の父のもとに9人兄弟の長子として山形県東沖多郡大塚村に生まれた。夏子は国勝と同様にキリスト教の教えに共感し東京から夏季伝道のため、 山形を訪れた牧師に教えを請うために東京に来たのであった。結婚後、国勝は勤めていた会社を辞め、商人として歩むこととなる。同じく、キリスト教に入信していた漬物屋、いろはやの主人からのれを借りて、八王子市周辺で行商を始めたのが忠実屋の原点であった。いろはやは当時、関東一位二位を争う漬物屋として知られていた。 当時の日本経済は満州自閉や国際連盟脱退などの影響もあり、不況で売り上げ低迷に陥るが、苦肉の打開策として自家製の煮豆を販売したところ売り上げも上がり、評判となった。ところが、本家の色や川から漬物のイメージダウンにつながる恐れがあるので煮豆の販売を止めるよう抗議を受けた。国勝は夏子と相談を重ねて、 色はやののれんを返上し、40年にわたり使用されることとなる忠実屋の名称が誕生した。この屋号は口述の通り、キリスト教の聖典である聖書の一節から取られている。1943年10月に、国勝が肺結核で、これまでご苦労だったと夏子に遺言を残して死去、1年後の終戦をもって忠実屋を再開させた。 八王子空襲で焼け野原と化した八王子市、八幡町の映画館跡地に10坪の商店を建設した。一方、後に養子として迎えられることとなる伊藤義友は、喫水の八王子出身で、戦時中は明治大学在学中であったが、1944年12月25日に赤髪が届き静岡の早伏36連隊に入隊。 満州等に出兵したが1945年8月15日の終戦で日本に帰国し友人と共に八王子でこんにゃく屋を始めた。これが地元で芝叩く間に評判となり夏子の耳にも入ってくるようになった。夏子はこんにゃく屋で吉友と接することが多くなり養子として欲しいと思うようになった。こうして1947年に吉友は 高木家に養子として迎え入れられ、さらに養女として、後に義友と結婚することとなる、夏子の抜歯の妹であった、紳士を受け入れた。なお、一部雑誌や報道を等で、義友が創業者として紹介されることがあるが、厳密には国勝が商店としての忠実屋の創業者で、義友は会社としての忠実屋の創業者である。以降は有限会社を設立し、 スーパーマーケットとして、チェーン路線に進み、首都圏全域で店舗を展開した。スーパー事業以外にも不動産、旅行代理店、家電量販店等の事業にも乗り出した。さらには外国への進出も行い、忠実屋は凄まじい勢いで成長していく。バブル崩壊後は、売り上げが下落傾向にあった忠実屋だったが、1989年に、周話が、 同社の株を大量に買い占める事件が発生した。後が亡くなった忠実屋は、創業者の吉友の自主独立を貫くという強い意志を尊重するべく、他社との連携は一切していなかった。1991年6月に、吉友が心不全で死去すると事態は一変した。吉友の子息であり、長男の高木国夫が、父の吉友の意志とは逆に、 現実的な路線として他社との連携を取ることを認め、同年12月に大手スーパーの大栄と資本、業務で提携することに合意した。大栄の中内は忠実屋から提携の申し入れがあり、すぐに決定したと語った。しかし、過半数の中実屋株を周和が所有していたため、大栄は時期を見て同グループの丸越と共に、 同社株の公開買付を行って成功し、1992年3月1日に、正式に大英の系列会社となった。筆頭株主は大英ではなく、1772万7000株を取得した丸越だった。これにより一連の事件は事実上の終焉を迎えた。大英の系列会社になったとはいえ、創業者の吉友が語っていた。 自主独立を貫くという方針で、忠実屋は様々な対策を取るも、1993年2月期の利益は大幅減益という三端たる結果になり、社長の矢島は株主、社員に迷惑はかけられないと、1993年6月に大英の中内に合併話を持ちかけた。大英は当時長期にわたり、 合併を模索していた九州のユニード大英と沖縄で単独勢力で継続してきた大な派との三者合併を1994年に実行することを計画していた。大英は忠実屋も加えた四社での合併を決定。1994年3月1日に施行することを決定した。合併の準備として大英のクレジットカード、OMC カードを 中日屋でも使用可能にし、情報、店舗等の組織行動、大英基準に統一、物流センターの統一と配送地域の見直し、そして称号を中日屋から大英へ変更する作業を行った。また、高木一族が所有する中日屋株を大英側が取得し、大英グループの境に売却するなど、合併準備が着々と進んでいった。合併まで、 1> 約1ヶ月と迫った1994年2月3日に、忠実屋が長らく家電製品の取引を松下電気産業と行っていたため、合併により存続することとなる大英が、松下電気産業の子会社であった松下ライフエレクトロニクスと取引契約に調印した。大英と松下電気との間では、大英が松下製品のテレビを破壊的な価格で販売することに、 パナソニック創業者である松下幸之助が強く反発し、大英もそれに反発する形で松下電機の製品を不売する運動を続けた過去があった。この調印で約29年にわたる対立に終わりを告げ、両者和解となった。その後は大英グループでも段階的ではあるが、松下製品を店頭に並べることとなり、忠実屋は、 両者の和解の仲立ちをしたこととなった。1994年3月1日、大英に、ユニード大英、大ナ派と共に九州合併。約59年の歴史に幕を下ろした。1993年12月の店舗数は73店舗であった。合併後に、忠実屋の系列会社は、大英の系列会社に統廃合され、完全独立した。 その後、大英が経営不振に陥り多くの店舗が閉鎖になる中で、忠実屋の一号店である、ヤワタマチ店は大英からグルメシティに業態転換し、長い間営業を続けていたが、建物と店舗設備の老朽化により2019年2月28日をもって閉店し、ヤワタマチ店は約65年の歴史に幕を下ろした。2016年には、 地元八幡町の商店会と多摩美術大学の学生により、忠実や八幡町店時代の店舗を再現したジオラマも制作された。社名の由来は常実の通り、キリスト教の聖典である新約聖書の一節から来ている。マークは、色はや時代から一貫して、丸に高が入ったものを使用していた。これは創業者の高木の高から取ったものである。 忠実屋の店舗が増えるにつれて、客から旧シンボルマークが、百貨店の高島屋と関係があるのかという疑問の声が増えたのが、マーク更新の決定打だ,だったとされる。背景を主意識で表し、マーガレットの花をモチーフとしたものとなっていた。1994年、大英との合併に伴い、店名も大英、グルメ式等に変更され、名実ともに忠実屋は消滅した。 さらには大英がイオンの完全子会社となったことで、イオンとして承継された店舗もある。仕入れルート等も一新されており、ナショナルチェーンとしてのスケールメリットが追求されたが、その後には閉鎖した店舗もある。八王子市岡町店その他どな多た町域東京23区一部を列挙。社名は当時のもの。会社一覧。ありがとうございます。